学習センターとは、日本の高等学校通信教育、特に私立の通信制高校において、在校生の学習の利便性を保完するために、設置された物理的な教室を置く施設を言う。ターミナル駅近くの通学立地の良い場所に設置され、キャンパスなど学習センター以外の名称を用いる通信制高校もある。通信制高校が、 学習指導要領に基づいて実施する面接指導の会場と別個に別法人が設置運営する場合はサポート校と呼ばれる学習施設であることが多い。一方で通信制高校が直営で学習センターを設置していたり立地箇所の都道府県知事から高等専修学校の認可を得ている学習センターもある。通信制高等学校は主に添削指導、面接指導、 定期試験の3つの要素によりカリキュラムが構成されている。そのうち添削指導を主に実施するために設置されている。面接指導と定期試験は原則として本校で実施しなければならない。志願者が通信制高校への入学、転学、編入学を検討する際にどの通信制高校を選択するかは学習センターの立地と授業スケジュールによって決まる。 ことが多い。広育通信制高校は毎年のように増設されているので志願者は最新の情報を入手する必要がある。まず学習センターの有無を確認し、あればその場所、そして週の登校日数や設置科目について自分に合った学校を選ぶことになる。面接指導施設高校教育の本部となる学校が定めた基準で本校に近い水準の教育が 書類上保証された施設である。よって、常勤の教員免許上保有者が必要であり、面接指導や定期試験の実施のすべてを、面接指導施設で実施することができる。ただし、この項で示している基準は、本校が策定するため本当に、本校に近い水準の教育なされているかは、各事業者で異なる。ただし、ここに記述する常勤の教員免許上保有者は、 必ず実施校と個別の契約を結び、みなし本校教員として扱っていることになる。連携教育施設本校が定めた基準で、一定の教育水準が書類上保障された施設である。面接指導施設との違いは常勤の教員免許上保有者が不要であり、添削指導及び面接指導の際に指導を行えば、法律上の問題は解決されたことになる。ただし、 連携教育施設としての添削指導は必ず、本校教員の検査が必要である。面接指導施設は、教員免許上保有者が、本校教員とみなす契約を結ぶことで、その行為に充てることができる。また、それゆえに連携教育施設内での活動を、面接指導の時間に充てることができず、必要な時間の本校への登校が、終了認定の第一前提となる。 同時に原則として定期試験などは本校で受ける義務が生ずる。公立高校通信制課程にある協力校は本校同様に面接指導と定期試験を実施することが多い。広域通信制高等学校の展開するサテライト施設の一覧エクセル。文部科学省。2021年5月30日閲覧。ありがとうございます。